メイン州の一メイン州はアメリカ合衆国の州である。アメリカ合衆国本土及びニューイングランドの東北部に位置する。図法によりアメリカ合衆国本土最北部に見えるが、北緯49度16分に位置するミネソタ州、ノースウエストアングルが本土最北部である。東と南は大西洋に面し、西はニューハンプシャー州、北西はカナダのケベック州。 北東は同じくニューブランズウィック州に接している。入り組んだ岩の多い海岸線、低くうねった山陵、内陸の深い森と美しい水流など、その景色で知られ、またロブスターやハマグリなど海産物料理でも知られている。州都はオーガスタ市、人口最大都市はポートランド市である。面積は全米50州のうち39位。人口は 第41位である。現在メイン州となっている領域には数千年前から先住インディアンが住んでいた。ヨーロッパ人が接触した時にはアルゴンキン五族の数部族がいた。ヨーロッパ人による最初の開拓地は1604年にフランス人ピエール・デュギュア・シュールド・モンがサンクロワ島に設立したものだった。イングランド人による最初の開拓地は 1607年にプリマス会社が設立したポパム植民地だったが、短命に終わった。1620年代に海岸線に多くの開拓地が設立されたが、過酷な気候や物資の欠乏、地元インディアンとの構争により、失敗を続けた。18世紀に入った時に、ヨーロッパ人は6名ほどしかいなかった。アメリカ独立戦争や、 米英戦争の時、アメリカの愛国者とイギリス軍がメインの領土をめぐって争った。1820年まではメイン地区としてマサチューセッツ州に属していたが、1820年の住民投票でマサチューセッツ州からの分離を決め、ミズーリ打協の一部として3月15日にアメリカ合衆国23番目の州に昇格した。 メインという名前の由来についてはっきりとした根拠はない。メイン衆議会は2001年にフランスアメリカの日を創設し、フランスにあったメイヌ州から州名を採用したとする決議を採択した。移説として同様な名前の場所が初期にあったこと、あるいは本土に対する海からの呼び方などがある。最初にこの名前が記録されたのは1622年8月10日のことであり、 フェルディナンド・ゴルジェス教とイギリス海軍の退役ヘイジョンメイソン大尉に与えられた土地の認可証だった。この二人は現在のメインで広大な土地の所有を認められ、メイン植民地と名付けるつもりだったとされている。メイソンはイギリス海軍に勤めている時にスコットランドの北、オークニー諸島にいたことがあり、その本島がメインランドと呼ばれている。フランスの県よりも、 このイギリス海軍の軍人に由来する可能性が高い。その1年後の1623年、イギリス海軍のクリストファー・レベット船長がニューイングランドの海岸を探検し、ニューイングランドで私が最初に上陸したのは海上の群島にあるショールズ島であり、メインから2リーグ上にあったと記していた。名称の由来が何であれ、この名前は イギリス王のコミッショナーがメイン植民地をその時から公式記録に入れるよう命令した六百六十五年には固まっていた。アメリカ合衆国五十州の中で名称が単音節なのはメイン州のみである。メイン海岸の霧の朝、アーサー・パートンがブルックリン美術館像メイン州会議児童チャールズ・バルフィンチ設計八百二十九年から八百三十二年に 建設現在のメイン州となっている地域の元々の住人はアルゴンキンゴ族のワバナキ族インディアンであり、その中にはアベナキ族、パサマクオデ族、マリシート族、ペノブスコット族が含まれていた。ヨーロッパ人による最初の開拓地は1604年にフランス人ピエール・デュギュア・シュールド・モンがサンクロワ島に設立したものだった。 設立者の中には著名な探検家、サミュエル・ド・シャンプランが含まれていた。フランスは、後のメイン州を含む地域の名前をアカディアと名付けた。イングランド人による最初の開拓地は、1607年にプリマス会社が設立したポパム植民地であり、これはバージニア州にジェームズタウンの開拓地が作られたのと同じ年だった。 ポパムの開拓者は14ヶ月後にはイングランドに戻った。フランスによって1609年にはペノブスコット湾沿いに、1613年にはマウントデザート島にイエズス会の伝道所が設立された。1613年、クロード・ドラ・トゥアがカスタイン開拓地を設立した。1625年にはカスタインを守るためにペンタグートリデを建設した。 メイン西部の海岸地域が1622年の土地特許で初めてメイン植民地と指定された。ケネベック川より北のメイン東部はほとんど入植が行われず、17世紀の間はサガダ北領土と呼ばれていた。2回目の入植の試みは1623年のヨークと呼ばれた地だった。イングランド人探検家で海軍軍人のクリストファー・レベット船長が イングランド王チャールズ一世から6000エーカーの土地特許を認められた。この開拓地も失敗した。メインの中部にはアンドロスコッキン族が住んでいた。アンドロスコッキン族はアベナ貴族に属する部族だった。1690年に起きたウィリアム王戦争の時にこの地を追われた。彼らはカナダのセントフランシスに移っていたが、 その町も1759年にロジャーズ・レンジャーズに破壊され、現在は小田中にいる。アベナ貴族に属する別の部族は何度か大敗を喫した。特に、ラル神父戦争の間には、1724年にノリジウォックが占領され、1725年にはペコーケット族が敗北して、その人口を大きく減らした。彼らも最後はカナダに逃避し、 ベッカンやシラリーに入り、後には南から逃げてきた他の部族と共にセントフランシスに入った。1652年、現在のメインはマサチューセッツ湾植民地の一部となった。17世紀と18世紀初期はフランスとイギリスがその同盟インディアンと共に覇権を競い、互いに襲撃を繰り返し、身の白金目当てに捕虜を取り、あるいは インディアン部族の中で養子にした。1692年初期、アベナ貴族がヨークを襲撃し、約100人のイングランド人開拓者を殺し、推計80人の村人を捕虜にした。1700年代初期の安城汚戦争では、アベナ貴族がマサチューセッツに対する襲撃で捕まえた、捕虜、モントリオールに近いカトリック教徒も、ホーク族の集落である。 カーネワケまで連れて行き、そこで養子にしたものもあれば、身の白金と交換された者も,もいた。1740年代に、イギリスがアカディアでフランスを破った後、ペノブスコット川より、東の領域は、ノバスコシア植民地の支配下に入り、現在のニューブランズウィックと共に、ノバスコシアのサンベリー軍となり、軍長はカンポベルに置かれた。アメリカ独立戦争や、 米戦争の時、アメリカの愛国者とイギリス軍がメインの領土をめぐって争った。どちらの戦争でもイギリス軍がメイン東部を占領した。1783年9月3日、パリ条約が調印された結果としてアメリカ独立戦争が終わり、イギリスはアメリカ合衆国の独立を認めた。しかし、メインとイギリス領北たアメリカの境界は曖昧なままだった。 アメリカ合衆国が形成された時にメインはマサチューセッツ州の一部と確認されたが最終的にその境界が確立されたのは1842年のウェブスターアッシュ条約によってだったメインはマサチューセッツ州の本土とは物理的に離れていた土地登記や入植に関して長い間意見の不一致がありメインの住民とこれに同調するマサチューセッツ州民が 1807年のマサチューセッツ州議会でメインを分離する提案を行った。その評決では提案が否決された。1812年に始まった米英戦争の時にマサチューセッツ州のイギリスより商人たちが戦争に反対し、イギリスによる侵略からメインを守ることを拒否したのでメインにおける分離を求める感情が大きくなった。1819年、 マサチューセッツ州はメイン州の住民投票で承認されればメインの分離を認めることに合意した。人口が急増していたメインはこれを受けて1820年に住民投票を実施しマサチューセッツ州からの分離を承認した。当時、全国的には奴隷制度の拡大に地理的な制限を設ける動きがあり、水売り州の州省格と引き換えに 奴隷州と自由州のバランスを取る必要があった。その結果としてできた水売り妥協の一部として、メインは1820年3月15日にマサチューセッツ州からの分離を認められ、合衆国23番目の州に昇格した。メイン州の当初の州とは人口最大の都市であるポートランド市にあったが、1832年に州の中央に近い都市としてオーガスタ市に移された。 南北戦争のゲティスバーグの戦いでは、ジョシュア・ローレンス・チェンバレン大佐の指揮するメイン第20連隊がリトルラウンドトップを死守した。北軍が南軍から側面を攻撃される可能性を防いだ。アメリカ海軍ではメイン州にちなんで4台の艦船がメインと名付けられてきた。メイン州憲法により、行政府、立法府、 司法府が分立した州政府の構造を決めている。憲法に定める州の役職は、州務長官、州財務官、州検事総長である。法廷の役職として、州監査官がある。立法府はメイン州議会であり、定員151人の下院と同35人の上院の両院制である。議会は法を提案し、承認する。行政府は、 議会で成立した法を執行する責任があり、メイン州知事が主張である。州知事は4年間任期で選ばれ、連続2期を超えては就任できない。知事には法に対する拒否権があるが、両院の3分の2以上の賛成があれば、覆すことができる。副知事を持たない7州の一つである。司法府は州法を解釈する責任がある。裁判所の最上位にあるのが、 メイン州最高裁判所である。下級裁判所には、地方裁判所、上級裁判所、兼任裁判所がある。兼任裁判所を除いて、すべての判事は選任であり、州知事が指名し、議会が確認する。任期は7年間である。兼任裁判所判事は、非常勤であり、各軍の選挙民が4年間任期で選出している。州の一般選挙では、他の州よりも、 無所属や第三政党系の候補を受け入れることが多い。1975年から1979年のジェームズ・ B ・ロングリーと1995年から2003年のアンガス・キングは無所属の州知事だった。共和党と民主党の二大政党の場合も他州より中道的な政治家が多い。現在、メイン州においては死刑制度は廃止されている。 また、アルコール飲料の統制州である。2009年5月6日、同性結婚を合法化した15番目の州になった。しかし、この法は2009年11月3日の住民投票で否決された。2012年11月6日、メイン州はメリーランド州、ワシントン州とともに住民投票で同性結婚を合法化した最初の州になった。 1930年代、メイン州は共和党支持を維持した数少ない州の一つだった。1936年、アメリカ合衆国大統領選挙では、フランクリン・ルーズベルトを支持しなかったのは、バーモント州とメイン州だけだった。ルーズベルトが出馬した、どの大統領選挙でも、支持しなかったのは、この2州だけだった。ただし、九百四十年と百四十四年の場合は、 かなりの接戦だった。1960年代から特に大統領選挙では民主党に傾斜するようになった。1968年には民主党候補のヒューバート・ハンフリーがメイン州選出上院議員のエドマンド・マスキーを副大統領候補に選んだので半世紀ぶりに民主党がメイン州を制した。ただし九百七十年代と九百八十年代も 共和党候補を選び続けた。1969年からメイン州の大統領選挙人4人のうち2人は州全体の選挙結果で勝者に投票することになっている。他の2人は州内に2つあるアメリカ合衆国会議員の選挙区で最大得票者に投票することとしている。ネブラスカ州を除く他州はすべて勝者総取り方式である。 1992年と1996年には、ロスペローがメイン州で大きな成果を上げた。1992年の無所属候補だったペローは、ビル・クリントンに次いで第2位になった。州内ケネブンクポートに昔から、ブッシュ家の夏の家があった事実を押してのことだった。1996年は改革党の候補となり、 他州よりも高い支持率を得た。1992年の大統領選挙からは連続して7回民主党候補を選んでいる。すなわちビル・クリントンを2回、2000年のアルゴは2004年のジョン・ケリー、2008年と2012年のバラク・オバマ、2016年のヒラリー・クリントンである。大統領選挙では民主党が強いがアメリカが州国上院議員では、 共和党が強く、過去50年間で上院議員になった民主党員は、エドマンド・マスキー、ジョージ・ジェミッチェルなど3人のみである。2010年の中間選挙では、共和党が大きく躍進した。州知事を確保したほか、両院の過半数を獲得したのは1970年代以来のことになった。しかし、2012年の選挙では、民主党が衆議会の両院を取り戻した。 組織化された地方自治体は選挙で選ばれる地方政府の形態を取り地方サービスを管理して実行し記録を保管し免許料を集め条例を成立させることができる町とプランテーションの政府形態はタウンミーティング方式であり市の政府形態は軍政委員会マネージャー方式である2013年時点で23の市と431の町がある またプランテーションは34ある。総計488の地方自治体が、州領域の半分足らずをカバーしている。他に3つのインディアン居留地もある。未編入領域には、地方政府がない。管理、サービス、免許交付、条例は、州政府が取り扱う。未編入領域として400以上のタウンシップがあり、その他に、どこの自治体にも属さない。 海岸部の島がある。その総面積は、州面積の半分を少し超えている。年間を通じた住人の数は約9000人であり、州人口の1.3%である。季節住人の数はさらに多い。州内16軍のうち4軍のみがその全域に法人化された町がある。 ミヘニュー領域の大半は人口の少ないグレートノースーズの中にある。メイン州の主要な道路と都市メイン州の南と東は大西洋、北東はカナダのニューブランズウィック州である。カナダのケベック州が北西にある。ニューハンプシャー州と西で隣接している。ニューイングランド地域内ではその領域の半分に相当するほど面積では最大であり。 最東端かつ最北端に位置している。メイン州は他の一つの州とだけ隣接している全米で唯一の州である。メイン州はアメリカ合衆国で最東端に位置している。最東端の都市はイーストポートであり、最東端の町はリューベックである。メイン州の最北端であるエストコートステーションはニューイングランドの最北端でもある。州内最大の湖は ムースヘッド湖である。ニューイングランド全域では、シャンプレーン湖があるが、バーモント州とニューヨーク州及び、ケベック州で分け合っている。サウスツイン湖など州内に数多い湖については、詩人のヘンリー・デビッド・ソローが語っている。カターディンさんは、アパラチアントレールの北端になり、南は、ジョージア州、スプリンガー山まで続いている。 また新しい国際アパラチアントレールの南端となり、ニューファンドランドラブラドール州ベル島まで続いている。メイン州は多数のユニークな地理的特徴も有している。最東端の沖合に位置するマチャヤスシール島とノースロックはアメリカ合衆国を呼び、カナダの両国が統治権があると現在も争っている4つある地域の一つとなっている。 ただし陸地があるのはここだけである。また、この斎藤端地域には西半球で最大級の渦潮、オールドスノーを見ることができる。メイン州はミシシッピガワイ島の州では最も人口密度が小さい。松の木の州というニックネームがあり、全部の90%近くが森林である。 内陸の森林地帯はほとんど人の住まないところであり、正式な成熟分に入っていない場所もある。これは、ニューイングランドでは、ほとんどないことである。例えば、州北部の未編入領域である、ノースウェストアルーストックは、面積6910平方キロメートルの中に、住人は10人しかおらず、1人当たりの面積は690平方キロメートルになる。メイン州は、 温帯紅葉樹根光林生態系にある。大西洋岸南部と中部に近い地域は多くの混ざった北東部海岸森林である。ノースッツなど他の部分はニューイングランドアケーディア森林に覆われている。メイン州の海岸線は総延長が4 0 0トルあり、長赤海岸線は5 6 0 0トルになる。アメリカ合衆国本土の最東端に、 ベストコティヘッドがある。岩の多い海岸線には多くの灯台、海浜、漁師村があり、沖合にはニューハンプシャー宗教にまたがるショールズ諸島など数多い島がある。複雑な形状をした岩屋崖、多くの湾と入り江もある。内陸には湖、川、森、山も多い。海に降りてくる森に覆われた漁船について、ロックランドと カムデン出身の詩人エドナセント・ヴィンセント・ミレーはその詩集ルネッサンスで次のように歌っている。アカディア国立公園に近いメイン海岸ブースベイ、ハーバーの夏の朝地質学者はこのような景観を沈水海岸と呼ぶ。海面が上がって元の陸地を侵食し、バレエから湾を山頂から島を作り出した。重い氷河が溶けて、 陸地の高度が上がると下にある岩層にはやや跳ね上がる効果があった。しかしこの隆起は海面の上昇による効果を排除するほどではなく以前の陸地が侵食された。メイン集地形の多くは最終氷河期の終わりに重い氷河の動きによって作り出された。その典型的な例がサムズサウンドとバブルロックであり、どちらもアカディア国立公園のマウントデザート島にある。 氷河が削り出したサムズサウンドは東海岸に唯一のフィヨルドであり深さは50メートルに達する。水深が深いことと両岸が切り立っていることでそのほぼ全長にわたって船が入ることができる。この地形はヒンクリーヨットのような権威ある造船業者にとっても魅力あるものである。バブルロックは氷河迷子と呼ばれるものであり、 アカディア国立公園のバブル山の外れに巨岩が乗っている。その河口岩を分析すると、50キロメートル離れたルサーン町から氷河がこの巨岩を運んできたことがわかる。メイン州の北と西をイアペタスキレツが走り、その下にはローレンシや大陸がある。南部と東部の下はアバロニアン団地である。国立公園局の保護及び管理下にある地域は次の通りである。 秋のストラットメイン州は湿潤大陸性気候にあり、暖かいが害して暑くはならず、湿度の高い夏を経験する。冬は州全体を通じて寒く、雪が多い。特に州北部では厳しい冬となる。海岸部は大西洋でいくらか和らげられる。7月日中の平均最高気温は、 州全体で摂氏24度から摂氏27度の間にあり、夜間の平均最低気温は摂氏15度台後半である。1月の平均気温は南部海岸で摂氏0度近くなり、最北部では0摂氏18度以下になる。過去最高温度は1911年7月にノースブライトンで記録されたで摂氏41度だった。過去最低温度は2009年1月に、 ビッグブラックリバーで記録された摂氏46度だった。これはニューイングランドで記録された最低温度に並ぶものである。ロッキー山脈より東の州では雷雨の起こる数が少ない方であり、年間平均20日未満である。竜巻も稀であり、年間2回未満である。大半は州南部で起きている。メイン州は軍に指定された政治区分に分割されている。 1860年に現行の16軍体制ができ、その広さは960平方キロメートルから17,700平方キロメートルまで大きな幅がある。メイン州の4分の1ドル高果は、鉄鋼諸海軍造船所ポートランドの古い港地域、アメリカ合衆国商務省経済分析局は2010年のメイン州の州総生産高を520億米ドルだったと、 推計している。2007年の一人当たりの収入は33,991米ドルであり、合衆国内で34番目だった。2010年10月時点での失業率は7.4%だった。メイン州の農業生産品は、課金及び卵、乳製品、牛、ブルーベリー、リンゴ、並びにメープルシロップとカエデ等である。 アルーストック群は、ジャガイモの生産で知られている。漁業はかつて集計済の主力であり、現在もロブスター量や、底引き量で残っている。メイン州西部の耐水お及び泉の水は、瓶詰めされて商品になっている。工業製品は、種として、紙、材木及び木材製品、電気機器、革製品、加工食品、繊維、並びにバイオテクノロジーである。 海軍艦船の建造業は健在であり、バスのバス鉄工所及び北リー内のポーツマース、海軍造船所がある。州内にブランズウィック海軍基地もあり、以前はアメリカ合衆国海軍の最大支援基地として活動していた。連邦政府予算でその設備を改良する動きがあるものの、基地再編活動でこの基地の閉鎖を始めている。ブルーベリーでは、 最大の輸出州である。国内最大の爪楊枝製造工場がストロング町にあった。1日に2000万本の爪楊枝を製造していたが2003年5月に閉鎖された。観光業と屋外レクリエーションが集計材の主力となり次第に重要性を増している。資料、釣り、スノーモービル、スキー、ボート乗り、キャンプ、ハイキングなどで人気のある 観光地になっている。メイン州の港湾は全国的な輸送において重要な役割を果たしている。1880年からポートランド港は鉄道と結ばれ不登港であることでカナダにとっての主要な冬、港となっていた。1900年代半ばにノバスコシア州ハリファックスが大々的に開発されてその役目が変化した。2001年、 ポートランド港は大型タンカーが入港できたので、その取扱い量でボストン港を越えた。ポートランド国際ジェットポートが近年拡張され、ジェットブルー航空やサウスウェスト航空の増便に対応できるようになった。州内に本社を構える大企業は少ない。特に製紙業界で統合と合併が進んで、以前よりも少なくなった。現在州内に本社を構える 大企業としては、サウスポートランドのフェアジャイルドセミコンダクター、ウェストブルックのアイデックス研究所、スカボローのハナフォードブラザース、ポートランドのユーナムと TD 銀行、フリーポートの LLB ン、ヤーマスのコールハーンとデロームがある。世界最大の哺乳類遺伝子研究施設であり、遺伝子的に純血のネズミでは、世界最大の供給者でもある、ジャクソン研究所が州内にある。メイン州は、 所得税を課しており、税率は2%から8.5%まで4段階の累進課税方式である。売り上げ税率は5.5%である。宿泊と食事サービスには7%、短期間のレンタカーには10%を課している。メイン州の基幹商品であるブルーベリーの販売者は、その取引記録を保管し、 各シーズンで販売した100ポンドにつき1.5ベードル、すなわち1ポンドあたり1.5セントを払わなければならない。州内にある不動産と個人資産は州法で具体的に免税とされない限り資産税の対象である。資産税の管理は市や町の評価官が扱い、未編入領域の資産税は州の評価官が扱う。州内には 昔から多くの造船会社があった。18世紀から19世紀、木造帆船を製造した多くの造船所があった。これらの船舶の使用機能は外洋で貨物あるいは乗客を運ぶことだった。造船所の一つが現在のブランズウィックのペネルビルにあった。ペネル家が所有する造船所であり、当時は多くの家族が造船所を所有するのが通常だった。 その他にもスコルフィール漬けや盲字漬けがあった。この種の木造船建造は、集計材で大きな部分を占めていた。同州の白人系カジノは、現在のところ、以下の一件のみである。メイン州の人口密度図アメリカ合衆国国政調査局によると、2012年7月1日時点の推計による、メイン州人口は132万9192人と、 なっていた。2010年国勢調査での127万4923人から0.1%増加していた。人口密度は15.9人平方キロメートルであり、ニューイングランド、アメリカ合衆国北東部、同東海岸、ミシシッピガワイ島の州で最小だった。メイン州の人口重心はオーガスタがある、ケネベック郡となっている。 ポートランド大都市圏に州人口の40%近くが居住し、最も人口密度が高い。内陸部にはほとんど人の住んでいない大きな地域がある。2010年国勢調査によれば、メイン州の人種による人口構成は次のようになっている。アメリカが州国内で最も白人の比率が高い州であることから、 モースとホワイトステートとも呼ばれる。州内で申告された祖先による構成比は次の通りだった。アメリカ人と申告した者の,の多くはイギリス人の子孫であるが国内に長く住んでいるので単純にアメリカ人と申告している。フランス系アメリカ人の比率は国内で最も高い。またヒヒスパニック白人の比率も国内最高である。 2011年に生まれた子供の89.0%が二親ともヒヒスパニック白人の子供だった。フランス語を話す人の比率も国内最高である。その大半は1840年から1930年にケベック州から移ってきたものと1842年以前にニューブランズウィック州から移ってきたものの子孫である。州北部の特にアルストック郡では 親戚が近くのニューブランズウィック州に住んでいるので、家庭でフランス語を話すアカディア人がいる。統計データでは、家庭で住民の5.28%がフランス語を話しており、ルイジアナ州の4.68%よりも高い。5歳以上の住民の92.25%は、家庭で英語を話しており、フランス語を話す人々は、少数言語民族になっている。 メイン州は公式言語を決めていないが、最も使われているのは英語である。1842年のウイブスター・アシュバートン条約で国境が定められる以前、セントジョン・川ワバレーの上流はマダワスカ共和国と呼ばれた地域の一部だった。ルイストン、ウォータービル、ビットフォードの人口の4分の1以上がフランス系アメリカ人である。 ミッドコストとダウニースト地域住人の大半は主にイギリス人の血を引いている。19世紀後半から20世紀初めに続いた移民の波で州全体にアイルランド系、イタリア系、ポーランド系の少数民族が入ってきた。メイン州の宗教州派別構成は次のようになっている。2010年に行われた研究でメイン州は 国内でも宗教心の薄い州になっていた、インディアン部族のかつての勢力図。マリシート族、パサマクオデ族、ペノブスコット族た、ペノブスコット族の部族国旗、パサマクオデ族の部族国旗メイン州、ミクマク族の部族国旗同州に占住する、ミクマク族、マリシート族、ペノブスコット族、パサマクオデ族、アベナキ族などのインディアン部族は、 わばなき連邦と呼ばれる部族連合体を形成し、この地で鮭を中心とする漁業採集を行って暮らしてきた。1972年、パサマコーデ族とペノブスコット族は、メイン州によって不法没収された、本来の部族の土地の2、3に当たる1250万エーカーの返還訴訟を連邦政府に起こした。 彼らはこれをインディアンの土地の白人への売却を禁止する1790年制定の同州の公益禁止法違反であるとしたのである。1975年、こういったインディアンの領土問題の解決に対して合衆国に法的義務を課す画期的裁定がなされ、1978年に領部族への8150万ドルの遺写料とともに和解協定が行われた。 これは同時に彼らを連邦公認し、正式にインディアン部族として復活させるものだった。1980年、この協定に基づき、パサマクユディ族、ペノブスコット族、マリシート族、コールトンバンドの共有領土が州によって正式に認定変換され、パサマクユディ族は領土の獲得資金として1350万ドル、また、 信託資金として2680万ドルを連邦政府から受け取った。ハーバードビジネススクールの試算によると、この資金はパサマコーデ族の投資によって、すでに1億ドルに達している。現在、アメリカ連邦政府が公式に認定し、保留地を領有する部族は以下の4つである。部族の土地のさらなる返還運動が年次高まっている。 ペノブスコットガーメイン州のインディアンリ流地道州を流れるペノブスコット川の大西洋酒は州の特産物である。しかし、20世紀初頭からこの川に数機の発電用ダムが設置されたため、酒の訴状が阻害され、2000年代には訴状数が1000匹を切った。ペノブスコット族は同川での酒量を制御とし、連邦法で漁業権を保障されている。 インディアン部族であるが、堀内内のダムの影響で、鮭の収穫を祝う伝統儀式も行えなくなった。初物の鮭は、アメリカ大統領の献上物にもなっているが、1992年より中止されている。2003年10月6日、4年越しのペノブスコット川復活計画として、州、連邦政府、環境保護団体、ペノブスコット族が2500万ドルを、 共同出資して、ダム所有会社からダムを買い取る古社協定が結ばれた。ペノブスコット族は代替貯水池として、保留地を4ヘクタール水没させられるが、保留地の2基のダムは破壊され、2010年までに残りのダムに漁道が作られる。この計画によって、アメリカウナギや、島スズキなど、大西洋酒以外の絶滅寸前魚種ものきなみ、 復活するものと期待されている。同州のインディアン部族が経営するインディアンカジノは現在のところペノブスコット族の一件のみ。2008年10月14日、パサマコーディ族が部族カジノ構想を公表し、これを支援する衆議院らによって2009年2月20日に同州オックスフォード軍での彼らのカジノ事業を合法化する州法案が提出された。 部族カジノが、州に多大な収益と税収、部族の経済発展をもたらすものであることは、多数の衆議院も認めており、この法案の可否は、パサマコーデ族のみならず、州全体が注目するものとなった。2009年6月3日、メイン州議会は、この議案を否決した。州下院が90対55、上院は27対7の大差での請求拒絶だった。結果、 パサマ港で族の部族火事の計画は頓挫した。ポートランド国際ジェットポート州内では、ポートランド国際ジェットポートと番号国際空港が2大空港であり、旅客便が発着している。毎日多くの航空会社がニューヨーク市、アトランタ市、オーランド市などに直行便を運航している。エッセンシャル航空が多くの参加会社に、 州内地方便を運航させており、ターボプロップ航空機が、オーガスタ州立空港、ハンコック軍、バーハーバー空港、ノックス軍地域空港、プレスクアイルのノーザンメイン空港に飛んでいる。これらの空港には、ケープエアーのセスナ 402S とペンエアーのサーブ 340S が就航している。州内全域に小型の空港が散りばめられており、一般用途飛行に使われている。 例えば、イーストポート市民空港は、イーストポート市が所有し、単発の軽飛行機が年間1200回発着する空港である。ペノブスコット川に架か,かる、ペノブスコットナローズ橋、アメリカ国道1号線とメイン州道3号線が、通っている、週間高速道路95号線が州内を、南西から北東に抜けており、東寄りの分岐路である道295号線。 さらに枝線である道195号線、道395号線、道495号線もある。また、アメリカ国道1号線が州内のホート県トを支点とし、南のフロリーダ州まで通っている。アメリカ国道2号線東部分の東端は、カナダ国境ニューブランズウィック州に近いホールトンに、始まり、ラウジズポイントでアメリカ国道11号線に接続している。 アメリカ国道2、A、号線は、オールドタウンとオロノをつなぎ、主にメイン大学キャンパスに行くときに使われている。アメリカ国道201号線と、道202号線も州内を抜けている。アメリカ国道2号線、メイン修道6号線、道9号線は、宴海州のトラックなどが、アメリカ国内やカナダ中央部への近道として、利用することが多い。 2011年3月、道路及び公共空間の全体的なゴミ処理の有効性と質についてアメリカ州別ゴミ処理スコアカードにおけるトップ3の州にランクされた。旅客鉄道旅客列車ダウンイースター号の南行き、オーシャンパーク駅、北行き列車の車室から撮影アムトラックが運行する旅客列車ダウンイースター号はブランズウィックから ボストンのノースステーションを結び、州内ではフリーポート、ポートランド、オールド・オーチャード・ビーチ、サコウ、ウェルズに停車する。1日に号往復が運行され、そのうち2本はポートランドとブランズウィックの間も運行されている。ブランズウィックとロックランドの間の季節列車がメインイースタン鉄道によって運行されており、州が所有するロックランド支線の軌道を使っている。 貨物鉄道州内の貨物鉄道輸送は地域と単線運行会社数社が担当している。パンナム鉄道は元のボストンメイン鉄道とメインセントラル鉄道の線を使っている。他にセントローレンスアトランティック鉄道、メインイースタン鉄道、モントリオールメインアトランティック鉄道、ニューブランズウィックサザン鉄道がある。メイン州の公立学校は4種類の教育学区が 運営している。第一に単一学校のための地元学区。第2は監督官が一人だけいる学校連合。第3は多くの町や監督官が含まれる教育管理地区。第4は複数の町が共有する小学校が一つあるコミュニティ教育学区である私立学校は公立学校に比べれば少ない。児童数20人以下の私立小学校が多く。 存在するが、私立の高校は、純私立と呼ばれている。これは、生徒を送り出す費用がかかるが、町が学校と契約して、いくらか減額しているからである。すでに私立学校が存在し、全く新しい学校を建てるよりも安価であると判断した時に、私立学校に委託している。メイン州には、ボーディン大学やコルビー大学といった、 毎年大学ランキングで上位に位置するリベラルアーツ大学が存在する。ニューイングランドうちの他州同様、州立大学よりこれら市立大学の方が全米での認知度は高い。ありがとうございます。